無線で自由に空を飛び回る無人航空機ドローンが空の産業革命とも呼ばれ世界で注目されています。災害現場の調査や工事現場の測量のほか、映画の空撮やイベントの演出など活躍の場が広がる中、国際的なルール作りが急がれています。くしくもさっき坪井さんがそのイギリスで産業革命が起こって戦争の形みたいなものがガラッと変わった。産業革命で戦争だけじゃなくて世の中の仕組みみたいなもの、物流から経済から何から全部変えていった。蒸気機関やら電気やらいうね、ガス灯が灯りいうことですもんね。はい、それがまあだからこそ革命って言われる産業革命なんですけれども、そんな産業革命が一つの機会によってまたまたあるかもしれないよというようなお話なんです、その機械というのがドローン、知ってました？ドローン、アランさんが作った機械。アランドローン。違う、アランさんじゃないと思う。アランだよ、はい、このドローン、まあ、最近ちょっといろんなところでニュースになったりもしてますので、知ってる知ってるという方もいらっしゃるかと思いますが、ざくっと分かりやすいイメージで言うと、このドローンというのは高性能のラジコンヘリがちょっと進化した、その進化の仕方がすげえよという、あれをドローンというのか。はい、ですからそのドローンの市場がですね、今年は大きく前進するドローン元年、ドローン革命みたいな、ドローガン、ドロ革略してるだけですっていうか分かりませんけど、無人です。人が乗るものではありません、ラジコン系ですからね、低空飛行する機体、いろんな種類があってカテゴリー分けもされてるみたいなんですけど、専門的には、比較的小型なものがドローンと言われていることが多いです。でそもそもこれは軍事用として開発されたものなんですけど、ここ 4,5 年で一気にこう民生用に一般の私たちが使うタイプに広がってきてます。で形も本当に様々なんですけど、最も一般的なのはマルチコプターと呼ばれる、3つから8個ぐらいですかね、プロペラがいっぱいついてる、そんなタイプ、複数個プロペラを備えることで前後左右自在に飛行できるというマルチコプタータイプが一般的です。ヘリコプター型に比べると、ちょっとこう落下傘的な構造で強風なんかの、にも強いというふうに言われてますけどね、でこのマルチコプターは一般的にコンピューターによる自動制御搭載型なので、だからラジコンヘリのような感じで誰でも簡単に飛ばすことができるんですね。でさらに GPS の制御、加速度センサー、加速度センサーなどの搭載とかね、こういったもので日々進歩しているそうなんです。で日本でもすでに小型カメラ搭載のドローンっていうのは現場で活躍してるそうです。なんかね、テレビで見たことあるいろんな映像の観光地とかなんかでも、なんか上から見たらこういう風になるとか、すごい普通だったらヘリコプターとかね、セスナ飛ばしてクルーが乗ってっていう経費もかかるところ、テレビ局なんかのいわゆる 空からの映像なんかは割と安く作れるなというのを見ました。そういった映画やテレビの業界なんかでそういった撮影に、今まではやっぱりカメラマンが乗って映さないといけなかったものが、その無人のこのドローンにカメラだけ乗せてラジコンでこうやって外からこう操作して映像を撮るなんていうようなこと、かなりコストダウンですし危険性もないしね、いろんなところに行けるということで、今後ますます多用されるだろうとも言われてます。でその放送業界だけじゃなくても、例えば、工事現場での測量とか、橋なんかが老朽化した時の調査、危ないでしょそれ、老朽化して危ないぞ言ってるところに人が渡ってってね、いうのは危ないからねっていうような、そんな調査などで活躍しているということなんです。はい、で演出やサービスとしてのドローン活用もあります。例えば、あるレストランではサービススタッフの代わりにドローン活用して、注文された料理を、平面型のドローンに乗せてお客様の席まで運ぶという試みを、こう、面白いですよね。回る回転寿司やのがなんか電車の形でスーッと来たら面白いなあいうのに通じるなんかワクワク感がありますけど、ちょっとこう近未来映画なんかで出てきたシーンであったかしらみたいな、そんな感じですもんね。で近未来的といえば、インターネット通販のアマゾンがドローンを使って、アマゾンの倉庫って、私もなんかどっかのこう番組で見たことありますけど、そこからわーっとこう
今はなんかクレーンみたいなもので湯で出してきてそれ梱包してね普通にこう、うん、こねあの段ボールに入って送られてくるみたいな感じだけど、それを直接ドローンを使って消費者の元へと宅配するサービスを開始したいと、プライムエア構想っていうらしいんですけど、アマゾンがやりたいなと発表したりとか、うん、だから本当にあの実現すると陸路での輸送を大幅に短縮、大抵まあ陸路が中心でいろんな物流っていうのは今あるわけですけど、これがもうほとんど空路輸送になっちゃうんじゃないのってことも想定できるという、だからまあ革命と言われている。そんなこともできるのか。だからなんか日本じゃなくて世界の風景が変わるみたいな、だから街を歩いてるといろんな仕事をしているドローンがブンブン飛び交ってるみたいなね。へえ、いやさっきねあのレジコンヘリとかあれの説明があったもんですが、どうしても僕らの頭ではですね、うん、ラジコンでこう操縦しますでしょ、はい、そうすると距離離れると制御効かなくなって飛んでっちゃったりとか落ちちゃったりする、だからそんな遠くまでどうやって制御するんだろうというね、はい、ラジコンヘリの概念をちょっと変えないかんですよね、これは。そうですね、そういったものがもう現在登場しているということなんです、はい、で今言うとなんかすごい近未来的で便利そうでって思うんですけれども、うんうん、やっぱりそれだけのものですからいろんなアクシデントも想定できますし、いろんなルール作りも必要になってくんじゃないの、全く新しい今までにない概念でしょってことになってきてるんです、うんはいはい、で実際、まあ、あの動いてますよっていうことを言いましたけど、やっぱりそういった事故なんかも起こっていると、やっぱ起こってる、うん、危険行為なんかも報告されるようになってるんです、うん、海外では上空200メートルから600メートルあたりの高度でこの航空機とドローンが接近して衝突しそうになった事例っていうのがかなり多く報告されております。日本でもドローンの墜落事故なんていうのが多発してるそうです、うん、名古屋でも栄テレビ塔付近の夜景撮影をしていたドローンが墜落しまして、これは幸い深夜だったので怪我人がなかったということですけれども、うん、これ昼だったらどうだったのとかさ、危ないよね、危ないですよね、なんかね、うん、落ちてきたら、はい、栄ですよ、テレビ塔近く、うん、で11月には湘南国際マラソンのスタート地点付近でその空撮用のドローンが落下して、これはね女性スタッフが怪我をしたという事故があったという。これは人多い、名古屋は 夜だから人はいないにしても、うん、こうマラソンの時なんか人ですもんね。これだってだから、うん、これはだからそのいろんなちょっと特殊な、それでも特殊なその番組撮影用とかだけど、うんうん、あの今言ってみたアマゾンがそういうこと始めるとかで、アマゾンが始めたら他でも始めるって、下手すると宅配ピザだってドローンで運びますみたいな世界になっちゃうと、そう、私は腹減ったらですね、はい、うん、網を持って待ってて隣にピザ頼んでるうちの祖母と網でファーッとかって、だから、はいはい、そういうことをしたら犯罪でしょって言うけど、じゃあ今のその、うん、うちのお庭に飛んできた虫は取っていいと違うんか、虫は今の法律の中で全部そういったその、ね、犯罪とか事故とかがカバーできるのかなという話にもなってくるわけですよ、うん、帰りの方が金額持って飛んでいくから、だからピザ届けて、でお金積んでいくから、そうだからそういうね、網で取った方がいいかも。そういう悪いやからも出てくるから、法律もちゃんとそのドローンのこういったことに関していろんなあの動きが変わってくる中で全部カバーできるのかなと、法整備がいるよという話になってきてます。で、まあ、国際的にもやっぱり言われてまして、うん、でそもそもドローンっていうのはじゃあ、あの交通法で言っても、そうそう、何法で航空機なのか、うん、なんですいうことですよね。そうなんですよ、うん、あのラジコン以上飛行機以下の存在ということで、うん、あのラジコンについては例えばね、地上から250メートル以上空港周辺といった航空機の飛行に影響を及ぼす場所では、地上から150メートル以上に飛ばす場合には申請が必要になるんです、うん、で一方それより下を飛ぶ場合にも地権者の許可が必要になるんです。自分の私有地ならいいんだけど、公道や他人の土地の上を飛ぶ場合はいちいち地権者と協議しなきゃいけない。そうそう、網持って待ってますからね、うちの庭通るときは、うん、ラジコンの場合は、ね、でもドローンはラジコンじゃないよ、航空機だよってことになると、うん、航空管制局の管理のもと通常の飛行機と同じように私有地上空を突きっていうことは可能になるんだけど、どっちなの、それともどっちでもないのとかっていうことなんですね、うん、まあ、そういったもうこれ一つの事例でいろんなことが想定できて、いろんな法整備がじゃあちょっと変えなきゃいけないんじゃないのっていうことがバーッとこう今言われているんです、うん、でこういった取り組みにいち早く取り組んでいるのは今世界的にはカナダ
で続くのがアメリカ、うん、ガイドラインみたいなものをポンポンとこう去年とか先月とか、うん、発表してます。で日本もこの流れに乗って、あのいろんなその研究機関とかメーカーとかユーザー企業なんかが参加して、あのいろんなこう会議とかそういったものを、ね、してます。団体なんかも発足しました、うん、はい。まあ、今そういう状況でこのドローンを取り巻くいろいろなどうすんのみたいなことにはなってるみたいですけれども、はい、うん、でもそれがクリアすれば一家に一台マイドローンみたいな、マイドローンマイドローン同じこと気づくか、ね、この一生懸命喋った締めがそれか。失礼いたしました。